サンクトペテルブルク市電、チジクチジクは、ロシア連邦、サンクトペテルブルクの路面電車のうち、2018年以降民間企業によるコンソーシアムによって運営されている系統の相性。線路の改修や列車の高速化、超低床電車の導入など、多数の近代化が行われている。サンクトペテルブルク市電はソビエト連邦時代、 世界最大の路線網を有していたが、ソビエト連邦の崩壊による経済の混乱に加え、モータリーゼーションの進展や工場の移転による輸送需要の変化により利用客が減少し、路線の廃止が相次いでいた。さらに、サンクトペテルブルク市当局も2000年代に路面電車網を路線バスに置き換える計画を示しており、予算がバスへ重点的に投資された結果、 路面電車の整備も父として進まなかった。同年代以降は路線の復活や調停床電車の導入などの近代化が行われたものの車両数が路線規模に対して少ないことで都心部でも本数が少ない系統が存在するほか列車の運行自体も自動車の混雑や渋滞に巻き込まれ高速運転が難しい状況になっている系統が多かった。加えて軌道や 施設の老朽化や不足も2010年代のサンクトペテルブルク支電にとって大きな課題となっていた。そこで打開策として考案されたのが国営企業のゴルエレクトロトランスが運営を担っていた系統のうち一部を民間企業へ委託するという官民パートナーシップ事業であった。ロシア連邦において民間企業が路面電車の運営に携わるのはこれが 初めての事例であった。この計画に際し、建材製造や不動産事業に携わる LSR グループを中心に、ライダーグループや国内外の投資家たちが参加したコンソーシアム TKK が立ち上げられ、2016年5月30日にサンクトペテルブルク市との間に30年間の委託契約が結ばれた。対象となったのは、東部のクラスノグバルデースキー地区のうち、 ロシア鉄道のラドシュスキー駅に接続するサンクトペテルブルク地下鉄4号線のラドーシスカや駅を起点とする系統で、これらの路線には地軸という愛称が付けられた。同年から対象となる系統を運休しての大規模な近代化工事が始まり、当初は2017年8月に第1期計画が完成し、翌2018年に全工程を完了させる予定であったが、 土地の買収や設計の承認の遅れにより、スケジュールに遅延が生じ、第1期計画は2018年3月7日に、残りの計画は2019年9月1日までに完了した。2020年現在は4系統が運行しており、平日に10万3000人以上、休日に6万5000人以上、年間3332万人の利用客を見込んでいる。 TKK によって運営される路面電車、地軸では以下のような大規模な近代化工事が実施され、新型車両導入や系統新設など運用面でも大規模な再編が行われた。2020年現在、地軸はラドーつ化や駅を起点とした以下の4系統が運行されている。運転本数や列車単位の輸送量は近代化前と比べて増加しており、 全系統が走行する古式な通りにおけるラッシュ時の運転間隔はロシア連邦の路面電車で最も短い2.5分間隔になっている。地軸の運賃は他の路面電車や路線バス、トロリーバスとサンクトペテルブルクの公共交通機関と共通に扱われている。料金は各地の電停に設置された券売機から乗車券を現金で購入する場合や、 スマートフォンのアプリによる非接触式決済システムを用いた場合、1回の乗車につき50ルーブルを支払う必要があるほか、手荷物持ち込みの際にも同額の運賃が課せられる。一方、各交通機関で使用可能な非接触式 IC カードのポドロジニックカードを使用する場合、1ヶ月間の利用数が多いほど運賃の割引が行われるようになっており、 初乗り運賃も33ルーブルと安くなっている。地軸では利用客の動向を調査するため、これらの運賃支払い時の情報を用いた輸送乗客数計算システムを取り入れている。メテリザ、地軸の運転開始に合わせ、2016年に TKK はスイスの鉄道車両メーカーのシュタドラーレールとの間に新型車両導入に関する契約を結んだ。 メーカー側から提示された技術仕様の要件をもとに、サンクトペテルブルクの走行に適した設計が導入された、この超低小電車には B85600M という形式番号とメテリツァという愛称が付けられており、2019年の工事完成までに23両が導入されたほか、以降も列車本数増加に合わせた増備が行われている。サンクトペテルブルク市議会は、 2019年10月11日に、地軸に続く新たな官民パートナーシップによる路面電車事業として、ガスプロムバンクとアブスマイナス1グループによるコンソーシアムとの間に契約を結んだ。既存の路線の改修による近代化が行われた、地軸とは異なり新規路線を建設する計画となっており、第1期計画分は2023年10月、 第2期計画分は2024年の開業を目標としている。ありがとうございます。